ハッチンソン軍は、アメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は8075人で、軍庁所在地はオリベット。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積2109平方キロメートルで、ある。このうち2105平方キロメートルが陸地で、4平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの0.19%が水地域となっている。この群は下記の23の群区からなる。2000年国勢調査時の群の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ハッチンソン群には8075人、3190世帯および2191家族が暮らしている。人口密度は4、平方キロメートルで2、 平方キロメートルの平均的な密度に3517件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人98.82%黒人0.09%先住民0.57%アジア系0.10%その他の人種0.06%よびパー0.36%で0.52%の人々がヒスパニック。 または、ラテン系である。ハッチンソン郡に住む3190世帯のうち、28.00%は18歳未満の子供と暮らしており、61.50%は夫婦で生活している。4.40%は未婚の女性が接待種であり、31.30%は家族以外の住人と同居している。ーセントは特許で、 全世帯の18.50%は65歳以上の独居老人世帯である。一世帯あたりの平均人数は2.43人であり、家庭の場合は3.03人である。軍の住民は24.90%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が5.60%、25歳以上44歳以下が22.10%、 45歳以上64歳以下が21.20%及び65歳以上が26.20%となっている。平均年齢は43歳である。女性100人に対して男性は94.90人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は90.70人いる。軍の世帯ごとの平均収入は3万26米ドルで、 家族ごとでは37,715ベイドルである。男性の25,654ベイドルに対して、女性は18,141ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,922ベイドルである。総人口の13.00%、家族の9.60%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の18.30%及び65歳以上の11.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。